はい、皆さんこんにちは、 MG でございます。本日はですね、視聴者さんからちょっと教えていただきまして、どうしてもやってみたいことがあったので一つやっていきたいと思います。このトータリーアキュレートバトルシミュレーターのですね、このサンドボックスっていうとこなんですけど、ここがですね、こうやって自由になんと配置できるらしいんです。ウィンターヒルズ、待ってなんかいろいろジャパンとかあるけど、でこれでですね、どういうことができるかっていうと、これ何、チキンマンマンネーミングセンスに笑ってしまうが、これがですね、どういうことができるかっていうと、こうやってですね、何体でも置けるんですよ、こんな感じで。なので好きなキャラ対好きなキャラができるということで、で今日ですね、全部出したのをやってみたいと思います。もう全面戦争ってやつですね。じゃあ一発目はですね、ヘボキャラ対ヘボキャラ、とってもシュールな映像をちょっと個人的に見たいのでやってみたいと思います。よし、え、待って、ただ2人が歩み寄るよ。え、ただそれだけの動画になっちゃうよ。いいの、2人だけが歩み寄る世界だよ。いいの、そのまんま来るよ。何が面白いんだ、何が面白いんだ。今のブルーはなぜ勝ったのかも理由さえもわからないし、ごめんなさい、全部出して戦わせるんですけど、もう一回ちょっとボクサー対ボクサーだけ見ていいですか。ちょ、これだけお願いします。じゃあ次はウィンターでいきましょう。あ、いいですね、白だと見やすい。さあ来て、さあ君も来てるわけだね。どう、気持ちは、ちょ教えてよ、君たちの気持ち。あばい、もう出会うよ。なんでレッドがビシビシってなって勝つの。それがね、本当に謎すぎる。もうね、全くもって理由がわからないということで、ではですね、早速1体ずつ出していきましょう。配置はですね、結構バラバラにしたいと思います。一緒だとですね、なんか接戦になって微妙な映像になりそうな気がするんでですね、このスピアマンも強いんですよね。槍持ったスピアマン、前回の動画で結構お世話になった印象があります。これ僕の大好き、侍やっぱ一番前っしょ、一番前侍の前にシールド兵、じゃあ君は横にしよう。でバイキングですね、バイキングはですね、ちょっと何か分かんなかった。アーチャーも置きますけど、こいつもね、何か分かんなかった。でマスケットですね、なんかクリケットみたい。でこれがですね、暴走機関車ですね、トーマスと呼んであげてください。僕暴走機関車って呼んでるだけで、普通になんか鹿がシャコシャコって動くやつです。シャコシャコの意味はちょっとよくわかんないですけど。そしたら500のやつね。で、これカタパルトタートルですね。知ってます？遊戯王のカタパルトタートル。で、バリスタコーヒー。で、ハワッチャ。よくわかんない。ハワッチャよくわかんない。で、これなんですか？チキンマン。何？チキンマンって。で、これ何？チキンマンマンって。ネーミングセンスを疑うんだが。ちょ、なんなのかな？チキンマンマン。よし、じゃあ全員出した。やっていこう。プレイでやっていきます。おお、すげえ。待って、めっちゃでかいやついる。おお、暴走機関車。あ、チキンマンマンってお前のことか。なるほど。おい、ちょ、待って、なんで、どうした、ケツから出てるぞ、チキンが。おい、どういうことだ。どうなってんだ、お前。おい、嘘だろ、産んでるよ。おお、やべえ。待って、進撃の巨人じゃん。嘘だろ。え、大乱闘起きてると思ったら、なんかそこそこ仲良くダンスしてるみたいに見えんだけど。え、やばい。え、なんでこんなさ、チキンがさ、転がってるの。ちょ、今上向いちゃった。なんで？え、めっちゃチキンマンとチキンマンマンが強いゲーなんだけど、え、どういうこと？なんか追っかけ合ってんだけど、待って。チキンマンマンと、おお、何この、え、なんか大砲勝手に撃ってない、やめて、そうよ。え、人いないのに撃ってる、ズリーって。あ、でも、向かってるチキンマンマンが、あ、お前チキンマンだろ。待って、お前産んでるだろ、こっから。やめて、そういうの。うえ、汚ね。え、なんで産んでるんですかね。え、でもめっちゃいい試合してますよ。よし、いけ、戦え、頑張れ。さあ、正面衝突の時だ。行けー、レッド、いけ。慣れ合いが激しい。なんか攻め合わないんですね、こう殴り合ったりせずに、こうなんか慣れ合う形でやってるんですね。なるほど、そういうスタイルでやっていく感じか。終わるのかい。終わんなかったらカットするよ。終わんないね。はい、ということでですね、一回戻ってきたので全部一回クリアにしたいと思います。でですね、このチキンマンマンっていうのが強すぎるので、今回ですね、ちょ、チキンマン対チキンマン、このチキンマンがですね、ちょ、初めて今回見て、何っていう。なんかいっぱい出てるんですよ、すごく鳥が。
何の意味があんのかなって。チキンマンとチキンマン、よし1対1いけ、出せ。よし、今回はですね、青を応援していきましょう。めっちゃ出てるけど何これ、大丈夫、転がってるけど。ええ、待って待って、なんかチキン待って、え、チキンを産んでバトルする的な。じゃあ2対2対2対、いや3対対3対でいきましょう。よし、プレイ。なるほどね、お尻からいっぱい産むんですよ、この彼彼女の場合は。でそれがですね、なんか跳ねるっぽいんですよ。ほらほら、ピシピシパシパシって、ピシピシ。赤の鳥強っ。シュールすぎない、ちょシュールすぎない、チキンマン。チキンマンめっちゃ面白いけどシュールすぎない。じゃあですね、次は結構お世話になったシールド兵が使いたいんですけど、ただシールド対シールドとですね、結構なんていうんですか、地味なんですよなんでですね、シールド兵をここに10体置きます。で昔の確かですね、戦法でシールドの間からですね、槍を出す戦法があったんですね、このスピアマンの。こういう状態ですね、いわばこういう風にして、この1列目と2列目がですね、ちょっと何体打ったか分かんないから適当に置きますね。進んでいくことによって縦の間から槍が出て、それで敵を防ぎつつ一方的に攻撃できるっていう戦法があったんですね。なんでそれを実際に再現したのバーサス、ジャパニーズ侍魂ですね。相手20体なんで、こっちも20体置きましょう。20体ぐらいじゃなんかパソコン重くなんないでしょ。で、ラスボスが、チキンマンですね。どれだけ暴れてくれるか、さあやっていこう。これこれこれ、これがですね、昔あった戦法なんですよ。まあ自分たちに刺さっちゃうのかな、この人たちの場合。よし、行け、サムライ行け。やばいやばい、シールド兵がめっちゃ強い。え、待って待って待って、シールド兵めっちゃ強いなって思ってたら、チキンマンがマジで最強すぎる。もう産んで放置みたいな、もう産んで放置しとけばもう鳥が働くみたいな。なんでなんでチキンマン無双じゃん、チキンマンやばいな。ただですね、侍よりも圧倒的にですね、こっちの戦法強いです。なので、じゃあこのシールド兵をですね、まあちょっとなんかそこそこ思い出していきましょう。で、スピアマン、この戦法が今のところちょっとだいぶ強いので、これバーサスですね、んじゃあ一番上から2人ですね。この450とかいっちゃうともう機械使い出すぐらいにずるいんで、このマスケットというやつとですね、じゃあアーチャーも適当に出していきましょう。実際これでこの戦法で勝てるのかっていう。じゃあ一応ですね、2930、じゃあこっちもですね、シールド兵1体増やして、これで30対30ですね。コスト的にはこっちが2240、ちょっと高いんで、まあ勝って当たり前でしょ、右が。こっち勝って当たり前だと思います。じゃあプレイ。ちょ、なんか1人前出てない、ちょ、出しゃばり感あるんだけど。あ、え、待って待って待って、銃撃ってる。おーい、今味方に撃たれたでしょ。え、やめて。お、すごいすごいすごい、耐えてる。あ、いいぞいいぞ、こっちの視点やばい、マジで戦争って感じ。行けー、スピアマン行けー、押せ、勝てる勝てる。お、やっぱ強い、押し切れる押し切れる、近距離まで行ったら勝てんじゃない。お、すごいこれやっぱなんか実際にあった戦争の戦法だとやっぱ強い。え、やばい、え、これ最強なんだけど、どうしよう、これに勝てるものが今んとこ見当たらない。じゃあ暴走族出しますか。暴走族5体バーサスこれ。まあちょっとですね、こっちあまりにもコストが高すぎるので、ちょっとですね、スピアマンの数を3体くらい増やしましょうか。まあ誤差の範囲だと思います、正直。じゃあやっていきましょう、プリ。行け暴走機関車。あー、やべ、おおお、すげえ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 、めっちゃ巻き込んでるめっちゃ巻き込んでる、大丈夫大丈夫大丈夫。でもこれさ、これ隊列乱されたらみんなどうやって戦うの。え、自爆してない何もしてないのに勝ったよラスト、やばすぎだろ。この隊列は心も乱すのかと、くだらないことはやめておいてですね。じゃあ実際に最後はですね、シールド兵対シールド兵ですね、と、スピアマン。よし、これで OK です。実際最強対最強、今現在の最強対最強で戦ったらどうなるのか、ちょっと誤差が出てるのはまあごめんなさいということで、やっていきましょう。実際これでやったら勝つのかな。よし、行くぞ、我が赤軍よ。赤軍って何、赤と書いて赤と読むみたいな。さあシールド兵がぶつかり合う、残った残った残った。さあスピアマンが押す、いやーやばいやばいやばい、青強いな。あ、でもこっちだと赤が勝ってるか、いや青が強い。いやでもいい勝負してるあ、いや裏取った今スピアマン。お、
お、いい勝負だ、いい勝負だ。今のとこ最強対最強の試合、勝てんじゃない。ちょ、ここ慣れ合いだな、ここ慣れ合いだな。あ、なるほどなるほど。こうやってね、数で見れるとやっぱり多少のあれはありますね。ちょ、下向きたい。あ、向けた向けた。いいよいいよ、意外といい勝負だよ。何してもチキンマンが忘れられない。何をしてもチキンマンが忘れられない。もうこれお相撲じゃん、お相撲。戦っても意味ないならもうカットしちゃうよ、カットしちゃうよ。いいの、カットしちゃうよ。いいのか、カットしちゃうぞ。はっ、はい、ということでですね、まあこの試合はですね、結構個人的に面白かったです。あのチキンマンが何より強かったということで、では最後はですね、もう一度チキンマン対チキンマンを見てお別れしたいと思います。では皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では以上、 MD とチキンマンでした。また明日お会いしましょう。さよなら。やっぱ微妙だな。